中国系日本人リー・新宿区議選挙に出馬本日2015年2月に中国籍から日本に帰化し、直後の新宿区議選に立候補し、落選したリー・小牧さんが、今回、新宿区議選に改めて立候補し、選挙活動を開始したことが確認されました。 こちら、前回の選挙では、民主党の推薦を受けて出馬しておりましたが、今回は無所属という形となっております。こういった経歴を見ますと、議員になるために帰化したように見えるんですが、こちら、国民を愛し、日本を愛し、国民のためにですね、日本のために、有権者のために仕事をしてくれるのであれば、問題ないと思いますが、 今回の選挙では、このように、なぜか日本語だけではなくて、中国語でも挨拶を行ってしまっております。こういった李小牧さんの選挙活動を見てしまいますと、どうもですね、国民のために、有権者のために、日本のためだけに政治を、仕事をしてくれるようには、残念ながら見えません。新宿区の 有権者の皆様、国民のためにですね、日本のために、有権者のために、仕事をしてくれる候補者に投票していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。